はい、会議を再開いたします。引き続き一般質問を行います。次に2番1番議員大竹和樹君、はい、はい、1番大竹和樹君、はい、1番議員大竹和樹、通告書に基づき大きく3点質問いたします。1、宿泊施設不足の解消に向けて、無限郷の私をはじめとした観光地整備、只見線を軸としたプロモーション活動などにより、観光もコロナ禍以前のにぎわいを取り戻しているように感じますが、それに伴い町内では繁忙期に宿泊施設が不足するという状況が続いております。この解決策として、来年度予算に企業促進のため、新規におもてなし事業を追加することや、15から20人が宿泊できる施設を2つ程度増やすことを目標に挙げていますが、これらについて以下の2点伺います。1、おもてなし事業等の企業支援を実施することによる効果をどのように展望しているか。2、宿泊施設の増加、目標達成の実現方法、期間について。2つ目、有害鳥獣対策について、第5次金谷町総合計画の実施計画において、有害鳥獣対策の推進として来年度の新規事業が挙げられていましたが、令和6年度予算にその項目が計上されておりませんでした。このことについて詳細な説明を求めます。3つ目、東京大学フィールドスタディ事業を経て、本年2月5日に行われた東京大学フィールドスタディ事業活動報告会にて、大学生4人から只見線関連に対する提案がありましたが、これを踏まえ以下2点、町の見解を伺います。1、本事業をどのように政策に反映していくと考えているか。2、今後このような事業を継続して実施していく考えはあるか。以上、質問いたします。はい、答弁。はい、町長。はい、大竹議員の質問にお答えします。はじめに、宿泊施設不足の解消に向けてでございます。議員おっしゃる通り、これまでの観光振興の取り組みの結果、当町へ、来庁される旅行者が増加傾向にあるにもかかわらず、宿泊施設の廃業などにより相対的に宿泊施設不足があります。今回この事業の効果は単に宿泊施設を増やすということではなく、金山町全体での観光客の受け入れ体制を強化することにより観光客の滞在期間を拡大し、観光振興により経済効果を高めることにあります。このおもてなし事業により宿泊施設の解消という問題がすべて解決されるとは想定しておりませんが、町内の事業者の力を借りることで町全体の受け入れ体制の向上、魅力アップを図り、現状課題となっている団体旅行者を受け入れる体制の整備を図りたいと考えております。また今回の補助事業は宿泊施設だけでなく、飲食業やお土産物屋などの魅力アップについても対象となります。飲食業や小売業も含め、町全体のおもてなし体制の整備を図ることが、観光客へのサービス向上につながり、それらによって町全体のイメージアップ、宿泊者の増など、経済効果を高めることに結びつくものと思っております。次に宿泊施設を増加させるための方法ですが、このことについては前段で申し上げたとおり大変ハードルが高いものと考えております。おもてなし事業の事業内容については町内への周知を図りながら、商工会や観光物産協会、奥会津金山農博協議会などの関係団体、実際に宿泊業を行っている方、
これから弾みたいと思っている方などと協議しながら進めてまいります。またこの事業の期間は3年しております。事業の推移を見ながら3年をめどに継続、廃止、見直しについて考えていきたいと思っております。次に金山町総合計画実施計画に計上した有害鳥獣対策事業についてお答えいたします。金山町有害鳥獣捕獲隊については現在6名で構成されており、隊員の高齢化及び人材不足を補うため箱罠の設置や巡回など一部業務を委託により実施する方法を模索する中で実施計画に掲載いたしました。しかしながら過去10年間のツキノワグマの捕獲頭数を調べたところ、令和5年度のツキノワグマ捕獲数は20頭でしたが、令和2年度が64頭、平成27年度は0頭となっており、頭数に大きな開きがあります。当然箱罠の設置数、巡回業務などについて変動があり、業務を委託するにあたって年度ごとの業務の平準化が極めて難しいことや、業務内容、業務管理方法などに課題が多いと判断しました。このため令和6年度の予算計上を見送りましたが、将来的な有害鳥獣駆除対策の在り方について金山町鳥獣被害防止対策協議会や有識者からアドバイスをいただきながら効果的な有害鳥獣対策に当たってまいります。次に東京大学フィールドスタディについてお答えします。この事業は東京大学が地域の課題に対し学生が調査、現地活動を経て課題解決の道筋提案を行うもので、金山町では只見線によるまちづくりの充実などについて大学院生を含む4名の学生が調査研究を実施したところであります。2月の活動報告では二次交通整備の必要性、宿泊施設の不足と宿泊予約などに SNS の活用、駅や駅前のリノベーション、只見線の案内強化などの提案がありました。レンタカーやレンタサイクルの活用、看板の多言語化など一部取り組みを始めた事業もありますけれども、学生からの提案は只見線利活用対策の参考となる内容でありますので、実現方法を精査しより充実した対策となるよう取り組みを進みたいと考えております。また中長期での対応が必要な提案については関係機関との協議や財源確保などに努め、実現の可能性を探りたいと思います。今後類似した事業を継続する考えについてでございますけれども、町の課題に対して幅広い分野から意見が聞けること、交流人口の拡大も期待できること、学生などとの交流を通じて職員の資質向上が期待できることなどから、今後も町の課題解決や事務事業の展開にマッチした事業を選定し取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。はい、以上。はい、大竹和樹君。はい、一番。それでは順次再質問させていただきます。まず一つ目の宿泊施設不足の解消に向けてです。こちらの質問をした、意図としましては、おもてなし事業という事業が令和6年度の予算に計上されるということで、新規の事業ということなんですが、それと以前町の方に質問させていただいたその宿泊施設の増加目標だったり、実現方法っていうのがあるんですけれども、そちらで通告書通り15人から20人ほどの施設が泊まれる施設を増やしたい、2つほど増やしたいというお答えいただいて、おもてなし事業を
が そこにこう結びついてくるのか、そういうふうに考えていたのかということをまずお聞きします。はい、答弁長長。議員、以前に質問された部分で回答させていただきましたが、おもてなす事業をやることによってそういった目標に向かいたいという思いでございます。はい、以上。はい、大竹和彦君。はい、そうですね、こうその目標に向けて、まあ、おもてなし事業もその一つと言えると思います。そしてすごくこの事業としては町内でこれからそういう宿泊施設をやりたいとかそういった方もいらっしゃると思うので、そういった方の追い風になるのでとても良い事業だと思ってます。その中で何でしょう、おもてなし事業のこう予算の規模とその目標とする宿泊施設の、まあ、規模とかがちょっとこう違うような気がしてて、まあ、おもてなし事業をすることによるもう少しこう具体的な、答弁ではこうちょっといただいたんですが、もう少しこう具体的なビジョンとかがあったのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。具体的なビジョンだ。はい、町長。ビジョンと申しますが、申しますか、今現在の宿泊施設が不足しているという部分は議員も承知かと思います。その解消を図るため、そしてなおかつ只見線を利用していただいて、町内で周遊していただいて町内消費を拡大するという目的もございますから、そういった目的に沿ったこの事業を立ち上げたという部分です。なお予算規模的には若干少ないという印象を持たれておるかと思いますけれども、まだどの程度の意向があるのかつかみきれていない部分がございますので、こういった部分についてはそれぞれの取り組みする方が多くなれば当然それに伴って補正予算なり何なりをして取り組みを進む。あとは問題はせっかく開業しても受け入れる時期によってはお断りするなどことのないような宿泊施設の運用を私は望んでいるところです。ちょっと余談でなりました。はい、以上。はい、大竹和彦君。はい、そうですね、まだこれ新規事業ですので、まあ、様子を見ながら実施して、ぜひ宿泊施設解消を不足を解消するのに向けて取り組んでいただければと思っております。まあ、それに加えてその実現方法や期間についての質問なのですが、例えばその町として大きな施設を新規で立ち上げている、なんだろう、大きな施設を2つ新規で作ろうと考えているのか、それとも例えばですね、町で今遊休している旅館、もともと旅館だった施設なんかを、まあ、町で購入、まあ、取得してこう回収などをして管理していくとか、そういったお考えはございますか。はい、答弁町長。まずは民間サイドで、こういった目標に届くような取り組みを私は考えています。はい、大竹和彦君。はい、まあ、それが一番良いとは思うんですが、まあ、なかなかこの季節によっての平準化が難しい状況で、こう参入しようという業者さんなかなか厳しいとは思うので、その、まあ、こともあってのおもてなし事業かとは思うのですが、まあ、遊休施設ですね、例えばですね、空き家バンクなんかにはもともと旅館だった施設も今出ております。そういったところですと、コストもそこまで新規から立ち上げるよりは大きくかかることなく、まあ、宿泊者を増やす、まあ、止めるということに関してはとても有効なのではないかと私は考えています。そのあたりどうお考えでしょうか。はい、答弁町長。当然空き家の利用、空き家を回収してそういう宿泊施設にしたいというような部分についてもこの事業で整備をしていただければ空き家の解消にもなりますので、
そういった部分を含めて、まっさらな部分から新築でなくても、私は良いというふうに考えています。はい、はい、大竹和樹君。はい、はい、そうですね、新規で土地や建物を作るというのはかなりハードル高いと思うので、そういった、まあ、既存の施設の活用を、まあ、考えていただければと考えております。そしてですね、まあ、とてもそのおもてなし事業っていうのは私自身すごくいい事業だと考えてまして、まあ、本当に先ほども申したように民泊やろうかなと考えているような方にとってはとても追い風になるものだと考えてます。今の無限郷や只見線がこうちょっと有名になってきてお客様がたくさん来ている中で機械損失を少なくするためにも着実にスピード化を持って目標達成に向かってほしいと考えております。それでは次の2番目有害鳥獣対策についてお伺いします。答弁の中で隊員の高齢化及び人材の不足を補うため箱罠の設置や巡回など一部業務を委託により実施するとありますが、ここはもともとどういった業者に委託を考えていたのでしょうか。はい、農林課長、答弁。はい、1番議員のご質問にお答えいたします。想定していた業者というのは個別にはございませんけれどもそういった業務を受託していただけるような会社組織、法人格を持った団体ということになろうかと思います。はい、以上。はい、大竹和樹君。はい、まあ、委託先が、まあ、町内にはないとなかったという認識でよろしいでしょうか。はい、答弁、農林課長。はい、そうですね、鳥獣被害防止対策のみという括りで考えますと、現状は、それ専門の業者はないのかなというふうに認識しております。はい、以上。はい、大竹和樹君。はい、はい、まあ、すみません、そもそもこういった事業を、まあ、実施計画に計上するにあたって毎年度の業務の平準化が極めて難しいということは、まあ、すぐに分かることだと思います。あと業務内容や業務管理方法に課題が多いということも、まあ、そこまで考えてから予算に、掲示するべき予算というか実施計画に掲示すべきではないかなと思ったのですが、これなぜこの段階で、取りやめというかあと、まあ、見送ったかというのをお聞き明確にお聞きしたいです。はい、答弁、農林課長。はい、私もそこについては一般的に見ればそういうふうに見えてしまうかと思います。ただし実施計画に計上されている、事業費すべてが当初予算に計上されているわけではございません。例えば農林課、所管のものであったとしてもラジコン草刈機なども実施計画には計上しておりますけれども、当初予算には、載っておりません。以上です。はい、答弁、長所。はい、ちょっと補足させていただきますが、いわゆる有害鳥獣対策大変重要だという部分は我々も認識しておりますけれども、まあ簡単に委託したらいいんじゃないかというような部分で、詳細に精査しないままに、上げてしまったという部分については私はこの場を借りてお詫びを申し上げたいと思います。今後は各種計画立てて実施計画、立てる場合予算編成の中での10年度の実施という部分は問題は出てきますけれども、そういった部分については慎重に
やはり、事業内容を詰めて、実現可能な部分をしっかりと実施計画で掲げていきたいという部分でございます。この有害鳥獣については引き続き、協議検討していきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。すみませんでした。はい、委員長。はい、6番。あ、ごめんなさい、大竹和彦君。はい、そうですね、まあ事業に、なんだろう、事業計画に出してても、まあ、予算に計上しないのは他にはあるとは思うんですが、まあ、例えばですね、こういった、まあ、ことを進めていくにあたって、まあ、その関係、仕事、同じような仕事をしている方の、まあ、関係業者たちとの十分な協議が必要だったと思いますが、そのあたりの協議などは行われているのでしょうか。はい、答弁。農林課長。はい、業者というところではございませんけれども、金山町有害鳥獣捕獲隊、または金山町有害鳥獣実施隊という鳥獣対策を担う組織がございます。基本は猟友会に所属している方が、その構成員となっておりますけれども、そういった方々にとは意見交換をさせていただいております。はい、大竹和彦君。はい、ここの答弁にもありますが、そういった方たちがこう高齢化だったり人材が不足しているために、まあ、新規の事業として業務委託をするという形で、おそらく業務実施計画に挙げたと思いますが、ここでこう予算計上を見送って人材がいないという状況になって、大丈夫なのであれば、そもそも計上しなくてもいいのではない、良かったのではないかというふうに考えてしまうが、しまいますが、このあたり来年度からの鳥獣被害対策の体制は大丈夫なのでしょうか。はい、農林課長。はい、体制という意味では、いわゆる猟友会が基本的に、そのベースとなる組織となりますので、そういったところと意見交換する中で、やはり新たな人材の発掘、育成といったところにつきましても、猟友会としても進めていきたいというふうに、お話をされておりました。ただいずれにしても、構成員の高齢化という部分はございますので、そう遠くない将来にはやはりしっかりとした体制というのは構築しなければならないと思います。その中で委託が適切であるとするのであれば、そういった方法も、あるかと思いますが、町長答弁にもありましたように、金山町鳥獣被害防止対策協議会を中心としたところのご意見を伺いながら、進めてまいりたいと思います。はい、以上。はい、大竹和彦君。はい、近い将来というよりも、おそらくそのあたりは喫緊の課題になると思いますので、すぐに体制を整えてほしいと思います。あと今の答弁にもございましたが、新しい人材の発掘というところなんですが、金山町には、地域おこし協力隊で鳥獣被害対策の方がいらしたと思います。その方は今年度で事業終わると思いますが、その方は、そういった鳥獣被害対策に今後関わる予定はあるのでしょうか。はい、答弁。農林課長。はい、現状でも猟友会の会員に、なっておりますし、また有害鳥獣捕獲隊、有害鳥獣実施隊の構成員にもなっております。ですので、退院終了後につきましても、金山町内に引き続きお住まいになって、同様の活動を、継続したいということであれば、そういったところについては今後も担っていただけるのかなというふうに考えております。はい、以上。はい、大竹和彦君。はい、行っていただきたいのであればということは、今のところ
まあ、そういったことをする予定はないということでしょうか。はい、農林課長。はい、現状活動はされております。で、退院終了後、満了、活動期間が終了した以降について、ご本人がどのような判断をされるかというところもありますので、当然そのまま引き続き町内に、提示していただくことが町にとっても、一番いいと思いますので、できる限りそういった方向で今後も町内の長寿対策に従事していただけるように、今後調整は図ってまいりたいというふうに思っております。はい、はい、大谷和樹君。はい、3月で任期が終了すると思うんですが、今のところそういった、体制がないということは、今後もしそこに関わっていくとしても、空白の時間ができてしまうということなんですが、地域おこし協力隊の、そういった意図としては、3年後にその町でどのようになりわいを作ってその町に定住していただくかということだと思います。その空白の時間といいますか、本当は作ってはいけないと考えております。そのあたりは、これから、仮にまた新しい人材を募集するにしても体制をしっかりと作って町に定住して、なりわいを作っていくという基盤作りが大事だと考えておりますが、そのあたりはどうお考えでしょうか。はい、農林課長。はい、ちょっとすいません、私の解釈の違いがあれば申し訳ございません。いわゆる、3年間地域おこし協力隊として有害鳥獣対策の業務に従事したものについては、やはり業務としてそういった有害鳥獣対策の業務を、何ですか、場合によっては委託、場合によっては雇用といった形で、やるべきではないかというような受け止め方をしたんですけれども、当然地域おこし協力隊としては活動を終わるわけですけれども、で過去の地域おこし協力隊、現状町内にお住まいの方たくさんいらっしゃいます。しかしながら私の認識ですと、例えば農業法人にで活動されていた方が特別養護老人ホームに就職されたり、それから、イベントとか観光振興をやられていた方が行政書士事務所を自ら開設起業したり、それからですね、農業法人にいた方、あるいは、狩猟、これを研修内容としていた方が町内建設会社に就職したりということで、それぞれ自らが職業という部分に関しては見つけられたり、自分で仕事を起こされたりしているのかなと思います。町として、地域おこし協力隊であるから継続的にその仕事に従事させましょうというような視点で、仕事を準備してあげるということに関しては、私はあってはならない視点かなと思っております。しかしながらそういった業務を町としてどなたかにお願い しましょうという段階になった際には、当然地域おこし協力隊を満了した方でも一町民でありますので、一町民という立場で、そういったところに応募していただくというのはあると思っております。はい、はい、大谷和樹君。はい、もちろんそこはそうだと思うんですが、地域おこし協力隊の役割として担い手の解消、担い手不足の解消という観点から見ると、鳥獣被害対策に関しては出口が一切わからないような状態になっていると私は見て取れると考えてますが、鳥獣被害対策に対しては例えばですね、その3年終了後に、
こう受け入れ先といいますか、その地方自治被害を担う受け入れ先を、まあ、作るとか、そういったことはお考えではなかったでしょうか。はい、答弁、農林課長。はい、現在活動されております、隊員、有害鳥獣対策を活動業務としている隊員につきまして、募集する段階で、そういった3年後の保証を、していたわけではないと考えて、認識しております。で、今後につきましては、もちろん出口の不安定さというところは、私も認識しております。今後もし募集するということがありましたら、そういったところも、解決しながら募集する必要はあると思いますけれども、現状では、鳥獣対策の仕事を、終了後に準備してあげますよというようなことは言えないのかなというふうに思っております。はい、以上。はい、大谷和樹君。はい、それではこの委託先というか新規事業がなくなったことによって、まあ、来年度の、まあ、鳥獣被害対策の事業に関しては人材不足だったりそういったことは、まあ、問題ないとお考えですか。はい、農林課長。はい、地域おこし協力隊が現在活動3年目であるわけですけれども、それ以前の職員構成を考えますと、やはり、まあ、現在の人形係、あそこの、職員数は現状と同じ3名でございました。で、それぞれの、職員が、そういった鳥獣対策に対応しておりましたし、当時から当然、有害鳥獣捕獲隊の構成員の方々と連携しながらやってまいりましたので、体制としては、令和6年度になっても体制は変化はございませんので、今後も、そういった体制で継続できるものと考えております。はい、はい、大谷和樹君。はい、鳥獣被害は全国的な課題でもありますので、そういった体制を早急に整えていってほしいと考えております。加えて、そういった協力隊も、呼ぶこと自体はとてもいいことだと考えています。それなら3年後の出口をしっかりと見据えた計画を町で作って、呼んであげるということが、継続的に外から人を呼び込んで定住につながっていくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは3点目の、東大フィールドスタディ事業について質問いたします。答弁の中にもありますが、提案にあったように、レンタカーやレンタサイクル、看板の言語化などは本当に無限郷に先導していて、無限郷にいらっしゃる方もおっしゃいます。そういったもので来る方もいますし、台湾語だったり中国語だったり英語だったり多言語化は目に見えて取り組まれてとても良いことだと考えています。で、この中にある質問しますが、この中にある中長期での対応が必要な提案というのは、町が発表の中でこう実現していきたいなと考えたことは何でしょうか。はい、答弁。企画課長。証拠ねえだな。はい、どうぞ。はい、それでは東京大学のフィールドスタディにつきましては企画課の方で、対応しましたので、私の方からお答えさせていただきます。町長の答弁にありました中長期的な事業はどういったものかというようなご質問だと思いますが、議員からお話ありましたように、すでに完璧ではありませんけれども多言語化の取り組みですとか、二次交通に関する取り組みは、少しずつこう始めて一定の成果が上がってきたと考えております。その他中長期的な取り組みとしましては、例えばですが、東大生から提案があった川口駅または周辺のリノベーション、こういった問題につきましては、
今年度、来年度すぐに直しますというような形にはならないのかなと。それは関係機関、例えば JR 東日本さんであったり、その土地、建物の所有者であったり、その関係者、そういったところの合意形成であったり、財源的な裏付け、そういったものが必要であるというふうな考えから町長が答弁したところでございます。はい、以上。はい、大谷和樹君。はい、そうですね、川口駅のリノベーションに関しては本当にすぐできるものではないと考えておりますので、まあ、協議しながらぜひともなるべく早く、にぎわいを、作っていただけるようにやっていただきたいと思います。そして私がですね、その東京大学フィールドスタディ事業発表会行ったんですが、その中でとてもいいなと思ったのが、研究機関やシンクタンクによる資料政策の評価というものを提案した方がいます。大学生は地域のことを、まあ、地域に入るのもほぼなかった状態で来られるので、フラットな目で地域課題を見ることができて、まあ、外からのそういった若い目は新鮮で、とても良い目を持っているなというふうに感じてます。で、そういった地域へのバイアス、先入観がないからこそ有効な提案が挙げられているなというのも考えたんですが、そういったその使用政策の評価ということに、ついてですね、まあ、研究機関とかシンクタンクにそういったデータ化でこう只見線を使うことによる観光客の、まあ、動向だったりをこう明確にして、これだから只見線は、まあ、地域この沿線に必要なんだという、まあ、明確な根拠を持ってこれから政策を進めていくということはお考えでしょうか。はい、答弁企画会長。はい、それでは一番議員のご質問にお答えいたします。東京大学の学生の提案の中にシンクタンクなどの研究機関を活用してはどうかというようなご意見がありました。それについては、全くその通りといいますか、私たちも非常に新鮮で、そうだよねというので共感した部分はございます。ただどの程度費用がかかるかというのはちょっとまだ今の時点ではわからないんですけれども、そういった研究をする機関に本当に議員のおっしゃる通りフラットな目で見ていただく、評価をしていただくという部分も大事な一面かなというふうに思っております。ただ町のその数字だけでは現れない部分というのも当然ございます。そういったものも考えながら、まあ予算的な面も含めてですが、シンクタンクに頼む方がいいのか、そういったのを合わせてこれから考えていかなくてはいけないと思います。また福島県でもそういった只見線利活用についてはいろいろな活動をしておりますので、県とも連携して駅前の利活用、駅の利活用について検討を進めたいというふうに考えております。はい、はい、大谷和樹君。はい、はい、発表でありましたが、まあ、JR は当然赤字なのでやりたくないというのはとても分かるんですが、まあ、それだけじゃない、やっぱり企画課長おっしゃったようにそれだけではない住民の、まあ、活気だったり熱量というものがあります。で、その中でやっぱり今の段階ではこう県とかから補助金も負担金をいただいて、まあ、存続しているという部分もありますので、まあ、例えばその状況が変われば、まあ、そのお金が減らされてしまうということももちろん考えられます。その中でそういった公的資金投入の合理性を説明するというのが発表にありました。明確にですね、只見線は地元にとって必要だという根拠が、これから只見線を推したまちづくりをしていく上では必須ではないかと考えております。ですので、そういった合理性を明確にして住民たちに説明をして、最後は住民の意思ですけど、只見線を自分たちで、まあ、活用して盛り上げていくんだという住民の意思を、まあ、煽るためというか、そういったことをするためにも、ぜひとも研究、進めていっていただければと考えております。
そして継続して実施する考えというものをお聞きしましたが、大学生みたいなこう若い方が地元にいらっしゃるというのはなかなかないので、そういった事業をすることによって、まあ、大学生は年々こう入れ替わりがありますので、継続して行うことによってどんどん交流、若い方の交流人口が増えていくと考えられます。今回 そのフィールドスタディ事業におきまして、大学生と職員の交流っていうのが、まあ、どの程度あったのか教えていただきたいです。はい、答弁企画課長。はい、ただいま2点質問いただきました。まず只見線の必要性についてということでございます。只見線が再開通して多くの観光客がいらっしゃっております。そういった観光的な面、経済的な面、これももちろんでございますが、町民の方々が利用する、利用しやすい、そしてもっと利用しようという機運を作っていくというのも大事です。でまた、あと町の玄関口としてのイメージというものもございます。そういった金額、金銭的には現れないものも効果の一つとして必要性について考えていきたいというふうに考えております。2つ目でございますが、東京大学のフィールドスタディにおいてどの程度職員との交流があったのかということでございます。東京大学の学生の皆さんが実際に町を訪れたのは3回でございます。9月、11月、そして発表の前後の2月というふうになります。その他になんですが、今は非常に便利な世の中でして、ウェブで、かなりの回数の打ち合わせ、あとはこういった資料ありませんかですとか、どういった考えをお持ちですかというようなことで相当の回数を重ねております。ウェブ会議をした回数についてはちょっと今手元でカウントしておりませんが、そういった形でかなりの時間を東京大学の皆さんと研究といいますか、ディスカッションさせていただきました。そういったものを通した中で職員が改めて一つの問題を掘り下げて考える、資料を探す、そして、議員からお話がありましたように若い学生さんの意見を聞くという非常に刺激になった面があると考えております。そういったことからも町の、事業展開、そういったものにマッチした事業、まさに町長が申し上げた通り、そういった事業を選びまして、今後も学生ですとか若い方々と一緒に交流人口を増やすような取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。はい、議長。はい、大竹和樹君。はい、そうですね、職員の方と学生が今はリモートでもお話しできる時代ですので、そういったふうに密な交流をすることによって、まあ、この町長の答弁にもございましたが、交流人口の拡大や学生などとの交流を通じて職員の質向上が期待できるという、本当にまさにその通りだと思います。で、それに加えてなんですが、学生とちょっとお話しさせていただいた際に、地域の方がとっても温かくて本当に好きになりましたと、そういったお言葉がありました。そういった、まあ、地域の、まあ、職員、役場の職員の方だけではなくて、地域の方と実際にこう交流する機会を、まあ、若い学生に、していただくことが、まあ、この金山町の魅力として、そういう人の良さというのもありますので、そういったことも必要ではないかと考えますが、今回のフィールドスタディ事業でそういった地域の方と関わる機会というのはどの程度あったのでしょうか。はい、企画課長。はい、それでは1番議員のご質問にお答えします。今回のフィールドスタディの実施にあたりましては、東京大学生が町のいろんな方々の意見を聞きたい、直接会ってお話を伺いたいということで、町のいろんな方々、例えば旅行に関する方、宿泊業に従事される方、あと只見線の活動について積極的に活動されている団体の方、
それから旅行の観光の例えばですけども渡し船などをやられているような方、そういった方と多数お会いする機会を設けさせていただきました。今手元に具体的に何人の人と会ったのかというのはちょっと分かりませんが、かなり広い分野でお会いして交流といいますか情報を交換しました。また学校今の将来を担う子どもたちを子育てされている父兄の方、そういった方にもお話を聞いたというような状況がありますので、人数はちょっと正確には申し上げられませんが、かなり多くの方々とお会いしたということで答弁させていただきたいと思います。はい、以上。はい、大竹和樹君。はい、そういった地域の方と関わること、本当に地域にとっても学生にとっても双方にいいことだらけだと考えておりまして、若い方と地域の、高齢者の方なんかが、交流をすることによって非常に刺激になったというか、生き生きとしてくるということも多々あります。で、若者にとってはですね、特にこういった田舎を知らないで都会で生まれたような若者にとっては、自分が必要とされている輝ける場所っていうのをすごい探している方が今多くてですね、本当に言い方があれなんですけれども、そのきっかけさえあればどこでもいいという方も結構いらっしゃるんですね。なのでそういった方に見つけていただける、目に留まるような、おもてなしとかきっかけを作っていただいて、町ぐるみでですね、おもてなしをして地域のファンになっていただくことや、学生だったりする場合、まだ進路が決まってない場合ももちろんありますので、そういった地域を好きになってもらうことによって、この辺りで働きたいという方が増えていくと思いますが、その辺り町長はどうお考えでしょうか。はい、答弁町長。はい、若い方に町長に来ていただいて、それをきっかけとして移住していただくというのは非常にありがたく思います。ただ今まで来た学生さんに聞きますと、すでに就職先は決まってしまっているというような部分でありました。ただそうであったとしても、いわゆる休暇等でちょっとした息抜きに金山に来ていただいて癒してもらうというような、いわゆる関係人口というんですか、そういった部分になればいいのかなというふうに私は思っています。ただ今度は逆に、今も副大生だとか明治大学生だとかいろんな部分で東京に来ておるわけですが、そういった中でもやはりいわゆる卒業を間違える人ばかりでなくていわゆる2、3年生といいますか、まだどういった進路になるのかつかめないような部分もの生徒も来ていただいて、やっぱり金山の良さなり何なりを見ていただく、そして やはり来ていただく、移住していただくには金山の文化、これを理解していただかないと、ただ外から持ってきた文化で金山で生活しようとしますと、結構地域内でいろいろ問題出てきますので、やっぱりここに来ていただくには金山の文化をしっかり理解してもらうというようなことで、引き続きこういった学生さんを対象にした授業がある場合には金山に手を挙げて金山でそういった授業をやりたいというような取り組みは進めていきたいというふうに考えます。はい、以上。はい、大竹和樹君。はい、はい、今町長おっしゃったように本当に外から来る方って金山町の文化とかそういった風習を理解できないまま来るので、そこでちょっとこうすれ違いが起こってしまうってことも多々あったと思うんですが、そういったことをこう理解してもらうことこそ、町の外と中をつなぐ役割の方なので、そういった方をもうどんどん増やして、こう町の活性化といいますか、こうしっかりとつないで、移住者を、増やしていただければと考えてます。最後にですね、そういった方来て終わりにしない、2度3度そして継続してきて関係人口になってもらえるようにですね、みんなの心のふるさとになる町をですね、私たちみんなで目指していきたいと思っていますが、最後に町長の決意をお聞きして終了したいと思います。はい、答弁町長。はい、
まさに、一番議員、の思い、私の同感でございますので、ぜひ一番議員の仲間にもそういった受け入れる運動なり、あとはそういう金山に住みたいというような部分ですでに移住されている方もありますから、そういった方にものところに行って、金山の良さなり、金山の和づいてになりを聞きながら、そういった中で、移住定住をしていただくことが大事でございますので、ぜひそういった若者が来た場合についてのおもてなしは慎重に、大胆にやっていきたいというふうに思います。以上で一番議員の一般質問を終わります。